やはり百戦錬磨でもやっぱり投げると怖いんですね。あ、決めました。今投げた、取った。はい、こんにちは。今回は歴史を変えた一戦、竹原慎二が世界ミドル級王者に輝いた試合をご覧いただきたく思います。世界ミドル級のベルトはそれまで日本人は挑戦すらしたことのない想像以上に高い壁だったのです。そして竹原選手が挑んだ王者はすでに98勝もしている怪物王者だったのです。そういった背景で当時は記念挑戦とすら思われていたのです。タイトルマッチ、いよいよ第1ラウンド、ゴングが鳴りました。いきなり左を見舞っていきましたチャンピオン。さあ、なかなかですね、まあ言葉はちょっと悪いんですけども、高橋さん、不安をつけるような感じで、中南米の選手が上半身の、あ、左フック、いいの当たりましたよ。ボディから左のフック、右を持っていく、右のストレート、右のストレート、ちょっとグラッときました、ちょっとグラッときました。さあ、チャラッときた、マッチュー、マッチューだ。ボディから顔面の方がいいですね。ボディから顔面、大きな右、左のフック、左のフックを試してきました。聞いてますよ、聞いてますよ。右のストレート、右のストレート、竹原右のストレート、ここでボディ、ここでボディ打ちたいですね。はい、左伸ばして右、左のフックは空振り、フォローしていきました。右のフックを試してきました。マッチュー、マッチューから左、また右のショート、打ち合いになった、最後ボディ打ちですね。打ち合いになりました。赤コーナーに追い詰めようというチャンピオン。ここで第1ラウンド、1ラウンド終了。竹原、竹原の左、マッチュー、マッチュー、左、左、ボディ、また左、大きな右が空振り、大きな右が空振り、ボディを狙っていきますが、これ右のボディアッパー。とにかく多い時では1年間19試合をこなしています。これがその、ミラッパー、ミラッパー、左、マッチュー、マッチューから奪った、マッチュー、出た、ボディ、これは素晴らしい、左ロックです、左ロック、右を打ち返す、今のカウンターですね。あ、そうですか、よく見てましたよ。左を伸ばしていって、左をこのように伸ばして、そして右のアッパーを狙っていくというのをよく練習していました竹原。そうですね、もう少しジャブ出してもいいですね。はい、左のジャブ、ジャブ、左ノック、右のアッパー。やはり百戦錬磨でもやっぱり舐めると怖いんですね。あ、決めました、決めました、今投げた、ダウン、取った、ダウン、ホルーヘカストロ、ダウン、ナイスまで、初めてのダウン、ホルーヘカストロ初めてのダウン、ホルーヘカストロ初めてのダウン。さあ、日本史上初の快挙なるか、初の快挙、左のボディ、左のボディ、追い詰めていく、高原を追い詰める、高原を追い詰める、高原左、高原左、高原の動き、ちょっと肩に力が入っている、高原ちょっと肩に力が入っている。あのボディをフェイント使ってほしいですね。おいった、ボディだ、ボディだ、ミラッパー、アッパーが鳴るんだ、アッパーが鳴るんだ、そう、ボディ右のクロス、打ち下ろす、右のクロス、打ち下ろす、右のボディアッパーだ、右のボディアッパーだ、右のボディアッパー、右のクロス、ボディ、おい、左、竹原君よく見る、左くんのパスだ、右、ちょっとガードが下がっている竹原。もう一度ボディ行きたいですね。ボディ向いて右ストレート。右の左のフック、チャンピオンの左のフック。かなりボディ効いてますからね。ボディフェイントして右ストレート入れたいですね。左のボディだ。右のパン、右のクロス。ワッツ、ワッツが選び。効いてますよ、効いてますよ、効いてますよ。効いてる、また。竹原選手は序盤の攻防でカストロにボディを離すタイミングを掴んでいたようで、3ラウンドにいい位置から左ボディをヒットさせたのでした。そのダウンでカストロから余裕が消えされました。右を振り下ろしてから左のアッパー、まだ右だ、まだ右だ、まだ右だ、いいですね、下がった、左を振るってきます、交代します、チャンピオン交代、左ノック、竹原君もっと先にジャンプ欲しいですね、アッパーを突き上げた、ボディを狙う、左のボディ、右、効いた、ちょっと効きました今。もう一度右を狙っていくか、さあ、いいですよ、カウンターでお互いに打った方がいいですね。これはガードしています、左フック同時に欲しかったですね。ああ、なるほどね、右だ、右のクロスだ、右のクロスだ、ちょっと頭ではないかというリードをしています、交代していった、チャンピオン弱くなってる、チャンピオン弱くなってますよ、右の
アッパーを狙っていきます。竹原左のボディ、竹原の左のボディだ。またショート、ショートレンジでの打ち合い。渡嘉敷さん、はい、今おっしゃってるようにちょっとチャンピオン弱気になってますか。弱気になってますね。はーはー、右ラッパー突き上げた。根性勝ってますよ。右だ、相打ちを狙っていくような感じの右。竹原またリングの中央にちょっと戻りました。チャンピオン右ラッパーを狙う。大きな右を倒した。これぐらいラッパーぐらい欲しいですね。また接近戦だ。また接近戦、左の振った。いいですよ、右だ。打ち合いになる、打ち合いになる。ニュートラルコーナーを打ち合いの左の振ってる。チャンピオン右を倒した。これは絡みになっている。右ラッパー竹原です。左振ってる後にね、右の、はい、右ラッパー入りますよ。あ、今度はチャンピオンの右、チャンピオンの右、右ラッパー。今の右ラッパーいいですね。激しい打ち合い、右を突き放す。左の振り、まだ左手で突き放すよ。いや、大丈夫でしょう。大丈夫ですか。彼が10秒やってますから。はい、ここはい。さあ、竹原が追い詰めていく。竹原が追い詰めていく。ただ、竹原がね、はい、カッツルがどういう考えを持ってるかですね。このままでは終わらないと思うんですよ。そうですね、いくらなんでも。久保田さん、はい、そうですね。ボディから、あのね、サイフックの後の右アッパーが欲しいんですよ。当たりますよ。はいはい。ボディをやった。右、右から左、右アッパー。ボディまではいかなかった。竹原ボディまではいかなかった。ストップ。そうですね、足を使う。右ラッパー、いいですよ今の。右ラッパー、左のフック返した。右のフックです。今度はチャンピオンの右ボディを狙う。竹原右のフック、大きなオーバーハンド。チャンピオン竹原ちょっと足が止まりがちですね。ジャブを出しながら左のボディ、左のボディ、右ラッパー、また接近戦。左のフック、チャンピオンショートレンジ。右ラッパー、左のフック、クラカッパーに絡んでいる。チャンピオンです。ちょっと竹原の攻めが単調になってきましたね。さすが読んできてますよ。左のボディ、ショート、ショート、右のストレート、左に、右のパー、右のパー。8ラウンドに王者カストロはプレッシャーを強め、ペースを奪い取ろうと襲いかかってきたのです。しかし竹原選手は9ラウンドに完全と打ち合ってペースを奪い返すのです。また下がっている。左のフックは空振り。左のフックをスウェーで避けました。竹原です。チャレンジャーの竹原、ショートレンジ。竹原もうね、避けるように打っちゃった方がいいですね。効いてきますよ、少しずつ。竹原もだいぶ苦しんでいます。竹原打っちゃった方がいい。ボディを狙うチャンピオン、チャンピオンがボディを狙う。このチャンスを狙ったんですよ。あー、なるほど。左フック怖いですよ。はい、大きな左から右へフォロー。チャンピオン少し竹原ちょっとくたびれてきましたが、一発一発のがね、コツコツ効いてくるんですよ。はい、竹原君、打つか打つか逃げるか足使うかどっちかしないと。左のボディ、左のボディを行く、左のボディを行く、左のフック、左のフック、右のフック。竹原よく見てますね、チャンピオン。あと右ラッパー、右ラッパーだ。左だ、左ボディを狙った。竹原ボディを狙った。あの左フックも、はい、また接近戦、また接近戦。ショート左をもらいました。ワンツー、左のフック返した。ここでもう一発ボディでした。ボディ、右のボディ、あのコンビネーションの中でボディ打ちたいんですよね。そうなんですよ。右ラッパー、そのままボディまで、ボディまで。あんまりからのブーイング。ワンツー、さあボディ来た、ボディ来た、ボディ、左のボディだ。ワンツースタート、右のスタート、これはいい試合ですね。ただこの苦しい時にね、はい、チャンピオンの方はね、やっぱり何度も戦ってるから、余裕があるんですよね。ボディ、ボディが右がパッ、挑発するような竹原のポーズ。最後までまともにもらえないことですね。はい、しかしあの見てますと、一発のパンチではそのカストロを倒すようなパンチはないようですね。一発ではないんですけど、それをねコツコツ当たってると、ね、効いてくるんですよ。そうでしょう。大きな右だ、大きな右を振るった竹原。竹原飛び込んだ、左、左、ちょっと変わってきた、ちょっと変わってきた。いや、誘ってますよ、誘ってますか、誘ってますよ、誘ってますよ。効いてないですよ、効いてないですよ。ボディを打った、ワンツー、竹原ワンツー。カストロはね、演技してます、演技してますか。誘ってますよ。あ、カウンターでもらわないように。はい、コーナー頭を突き合います。両者右ラッパー、左、怖いですよ。右ロックさあ、よく見てますよ、カストロは。バランス狙ってきますよ。一本来た、左、左ロック、そこでボディ、ロンバー下がる。ボディを打ちたい。竹原ナイスです、いいですよ。竹原ボディを打ちたい、ボディ、ボディ、
少し下がり気味、右のクロス、左のクロス、ショートの打ち合い、左右をかぶした、左のボディブロー、しかしチャンピオン持てる、チャンピオン持てる、またチャンピオン交代、チャンピオン交代した、左は空振り、右ラッパー、ああ左に、さあ、あの左もらっちゃいけない、ここで1分経過、さああと2分だ、頑張れ、あと2分、竹原あと2分、右のスライド、左右を振る、左のボディ、左のボディアッパー、竹原、出す、右のショート、竹原のボディアッパー、残り15秒、あ、やばい、竹原が効いてますね、少し残り15秒竹原も効いてる、残り10秒、試合終了、勝ちましたね、これは試合終了しました、両者ともにリングでジャッジペーパーが集計されます。果たして新チャンピオン誕生か、あるいは青コーナー、竹原やった新チャンピオン誕生、日本のボクシング界に新たな歴史が生まれました。